ただいまより立ち野原国際記念第33回八重田市長杯争奪少年サッカー大会の開会式を始めます。はじめに八重田市長遠藤忠様よりご挨拶いただきます。選手宣誓、イーストドリーム SC 田中節さん、内田千咲さん、前お願いします。先生、僕たち、私たち選手一同はこの歴史ある八重田市長杯でサッカーができる喜びをかみしめ、監督、コーチ、審判の方々、そしてお父さん、お母さん、チームの仲間に感謝し、元気よく精一杯プレーすることを誓います。平成26年9月23日、選手代表、イーストドリーム SC 田中節、内田千咲。結果はともかく3試合の中一番いいゲームやってたんじゃないかなと思います。気持ちが入ってるのはこっちも伝わってたし、何よりもベンチも盛り上がってたし、見てる保護者の方も多分盛り上がってたと思うんだよね。接戦だったし、ああいうゲームをよく言えば半年ぐらい前からできればよかったかなとは思うけど、6年生はもう時間ないから、6年生は今日みたいな試合を本番でぶつけるように、気持ちの入った試合をね、終わった、はい、じゃあ今日は丸一日お疲れ様でした。はい、じゃあ本番の皆さんに、今日一日応援と審判ありがとうございました。